同世代の人に受け入れてもらえる漆器っていうのを作っていきたいと考えているので、まあ、期待と不安を抱きながらものづくりをしています。漆器っていうのはこう手触りもすごいいいですし、傷がついたりとか気になるところがあったら修理したりとか、そういうこともできますので、まあ、ぜひ毎日使っていただきたいです。器を使っていただいた方から良かったよというお言葉をいただくときがすごく嬉しいときです。デザインやフォルムは、もちろんなんですけども、作った器は実際に職人が自分で使ってみて、良さを確認してから出荷してます。クーラーとか扇風機があっても丸亀うちわは軽くて使いやすい、手元にいつでもあるっていう状態をお客様とお話をしていってます。伝統的な作り方、手作りで一枚一枚作っているので、実際にこう部屋がパッと明るくなったとかですね、そういうお客さんの声を聞いて喜んでいただいているというのが分かった時が一番やりがいというか嬉しい時です。日本の美しい手仕事に出会う14日間ジャパントラディショナルクラフツウィーク2023。